今シーズン唯一の鈴鹿市での開催となったこの日、12チーム中首位を走るくノ一は9位の播磨と対戦しました。くノ一は第11節から4連勝していますが、ここ2試合は1得点ずつと決定力に課題あり、今節は複数得点で勝利したいところです。そして午後4時キックオフ、この日のくノ一は得点ランキング現在1位の5番西川明日香選手をワントップに置き、その後ろに得点ランキング2位の10番杉田亜美選手などを並べます。試合はくノ一が得意とする縦への速い攻撃で何度も得点のチャンスを作ります。対する播磨はカウンター攻撃を狙ってきますが、くノ一のディフェンス陣の素早いチェックで決定機を作らせません。前半くノ一は10本ものシュートを放ちましたが得点ならず、0対0で試合を折り返します。後半は大竹直人監督からコンパクトにボールをつなぎ前進するようになどと指示を受け、西川選手や途中出場の11番小川志保選手にボールを集めゴールを目指します。決定的な場面を作るものの、播磨の堅いディフェンスの前にゴールネットを揺らすことができません。しかし後半24分、杉田選手からのラストパスを西川選手が左足で合わせゴール、試合の均衡を破ります。西川選手は4試合ぶりに得点を決め、今シーズンのゴール数を12としました。試合は終盤、後半40分にくノ一ディフェンスの一瞬のミスを突かれ同点に追いつかれます。ホームで勝ち点3をつかみたいくノ一、ゴールへの姿勢を強め果敢に攻めます。するとラストプレーとなったアディショナルタイム4分、杉田選手のミドルシュートがゴールラインを割り勝ち越しに成功。勝利への執念を燃やし最後まで走った杉田選手が決勝ゴールを決め2対1で勝利、連勝5に伸ばしました。相手陣内で少し優位に攻めれたのが、最後まで点につながったのかなと思います。でまたホームで、いろんな人を呼んでもう少したくさんの人と一緒に分かち合えたらなと思うので、しっかりともう一回チーム立て直して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。なお次節は8月29日アウェーでスピーダ世田谷 FC と対戦します。くノ一の勝利を願い、みんなで熱いエールを送りましょう。